アカンタレノスケは大阪府の地域キャラクターの一つ。頭からラーメン丼を被っている。2009年4月、漫画編集プロダクションのプロデューサーであるナイスガワナイスにより創作 P-1 グランプリにて発表された。同時にアカンタレノスケで商標取得。ナイスガワナイスが大阪で活動するアート集団 A& y 関西を アートで盛り上げる NPO の代表で中んぶと2009年、当時の活動拠点であった大阪市阿部の区寺田町を訪れたことをきっかけに創作された。デザインとしてはアカンタレの助はラーメン丼にいつの間にか住み着いた何かとなっている。また、大阪発のキャラクターであるのにもかかわらず、なぜうどんでは苦、ラーメンなのかいう指摘もあるが、そこがまた、 赤んたれと言われるゆえんであるという。顔に斜めの傷と口ひげ、リーゼント風の髪にカンカン帽が特徴のいかにもうさんくさそうなキャラクター。ダブルのスーツを着込んでいるが、目つきは赤んたれのすけにそっくり。名字はうさん、なわ、草のくのすけ。ソクにすみついた何か。胴が垂れ下がったような襟のついた服を着て、つるつる頭に鉢巻きを巻き。 そこに日本ろうそくを立てている。名字は、ほ、名は、かすのすけ。ありがとうございます。